やります。今回は魔王プレイで翔さんがサポートしてくれます。楽しいな楽しいなやめてくださいそれ、じっくりの。じゃあ24分のやつをロードします。今どこにいるんだっけこれ。美術室かな。美術準備室にいるのか。美術準備室、隣が生物室だね。そう、生物室で最初襲われて。で、校長室に来たんだ。そうだ。校長室で、あ、違う。で、これ職員室だ。職員室に来て。この辺は多少調べてみたら。北郎がいて、調べんのって何ボタンですか。丸。生徒から没収した漫画や化粧品。はぁ。本当だ。人間のクズですね。没収しすぎいつも。特に変わったな。北郎調べちゃった。採点用紙、良子のテスト用紙だ。私のより点がいい。悲願でるもん。気にすんじゃねえよ。電話でせよか。よし。え、これでって右行くと会議室だ。右。近く。あ、近くか。よいしょ。北郎がいるから、きっと助けてくれるんですよね。ダメなんですか、ね、あんま走んなくて大丈夫だよ。あんまですか、ね、ここが会議室だ。買ったかって言っても、会議室でじゃあ会議をしましょう、ちょっと一回。今後の実況はどうするか。ちょっと怖いですね。部屋を一回見渡さないと。ね、ドキッとしますね。誰もいません。歴史簿を見つけた。歴史簿を見つけた。やった。もういますか、はい。もう一個ないの。おぉ。もうない。はい。歴史本って見れるんですかね。セレクトで。入っても。ちょっと歴史本使ってみてください。使う。ここでは使いません。どこで使うんだこれ。図書館とかじゃないですか。図書室か。2階の図書室で歴史本が抜けてて入れるとなんかギチーって開くみたいな。これ出るとね、これ出て隣の階段行くと、はいはい、あの2階の北校舎に行けるのかな。じゃあ2階行ってみますか。でも今やばいやつ2匹倒したし。ヤバめのやつは出てきてないからまだ。あとはあのか、あ、なんかありそう、なんかありそう。あの方が怖いですね。言ってた。綺麗な雑巾。おお、いいね。おお、アイテムいっぱいあるもん。やった。綺麗な雑巾で何をするんですか。顔を磨いちゃうんですか。のっぺらぼうになるかもしんない。怖すぎ。3階行けんの。3階行きますね。あ、行けるね。3階行きましょう。ミシミシ言ってますよ。そろそろセーブしたい気持ちが僕の中で。何も進んでないけどな。アイテムいっぱい取りましたよ。そこ入って、その写真部暗室だった。暗室？やばそう。写真を現像する道具が置かれてる。現像はしないぞと。調べてみてください。ここ？うん。ないか。隣がもちろん、隣文化部部室だった。文化部。文化部の人がいるかもしれない。棚はちょっと調べていきたいね。そうですね。あとこの教託とか、ちょっととりあえず棚を調べましょう。無造作にわらばんしが積み上げられている。わらばんし、印刷代を節約するためによく回ったね、昔ね。進めないじゃない。進めないですね。こういうのは机のとこ中央突っ張っと突っ切っていくと結構いけたりする。ダメですね。ダメか。ちょっと回ってきます。反対側から行こうか。なかなかに、これ見えない何かと戦うことになりますね。見えない何かと戦っているのはよく僕の得意技なんですけども。こっちはいいの？こっちからでしょうか。そうだね、そっちからでもいい。よし。ありまして。特に変わったものはなさそう。あの奥の棚は、これこれ。三番や大きな分読世界地図が置いてある。小学校みたいですね。うん。文化部の部室なのに。で、隣がまた同じく文化部の部室。文化部、幅利かせてますね。部室2個もあるんだな、文化部。ここは僕だったんですよ。うん、文化部が、文化部以外の部室ない。おぉ、なんかある。うおぉ。これは意味深ですね。これなんか鎧とかを被せる、あれじゃないですか。マネキン的な。ああ、服だ。被服か。すごい、そんな学科あるんですね。なんか落ちてなかった。落ちてました？あの棚調べたんだよ。棚どころか奥に行けないんですよね。机の間から行けない。机の間から。
いけないか。いけないですね。しょうがないね。多分何もないんじゃないですかね、そしたら。で、出て右行くと、視聴覚準備室がある。視聴覚準備室、なかなか極まってきましたね、そろそろ。お、なんかボードがあるぞ。あ、棚がある。フィルムを見つけた。オッケーオッケー。これで暗室行くんじゃないですか？あ、あ、いいっすね。ひらめいたぞ。先行っちゃいます？何も書いてある、ね、とりあえずこの回はあと部屋2つだけだから調べちゃう。調べてから暗室行きますか、そしたら。なんか突起物がありましたね。なんだろうな、これ。調べ。古い怪物のカメラ、フィルムを。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、これで併用ってやつかんだ。こいついたんだ。霊感カメラか。これ。後で何かに使えるかもしれんぞ。ゼロみたいだよな。おい、太郎、ゼロみたいである。これ、組み合わせ。併用ってやる。フィルムを。この名前、このケイコちゃんって言うんだっけ？確か、そんな名前です。ケイコ、カメラを撮れ。わかった。キタロウを撮ってやるんじゃ。キタロウを撮りましょう。やめてくれよ、お父さん。キタロウ、キタロウ、おい、キタロウ。お、もっといやらしい格好をするんだ、キタロウ。キタロウ、あ、キタロウ。ホモじゃないか。で、一番奥の部屋が、はい、ここ。もう一個奥、もう一個。ここ。あの、部屋の名前調べられるから、丸で調べるって。視聴覚室は入ったんですか？入った入った。で、奥の放送室。放送室もなかなか極まってますよ。何かがいないか。パソコンがある。パソコンもありますし。なんかいろいろありそうだ。いろいろありますね。ミキサー。ああ。ミキサーで音楽をやるんですね。唯一のハイテク機器にしては9号ぐらいですよ、確実に。奥は奥。いや、何、ね、一体何に引っかかってるの？古いレコード。レコード好きですね。あの奥の扉なんだ、これ。これ放送室に入るってことかな？放送室1。ここで何かを。あー、ありましたね、こんなのね。テーブルにマイクが置いてある。あ、僕たちと。そうだよね。先生、こっからだよね。じゃあ、嫌ですよ。嫌ですよ、って言っちゃった。カメラ、暗室で使うんじゃなかったんですね、そしたら。うん、なんか撮って、現像するのかね。現像して、あ、映ってますね、これは、っていう感じに。と、とりあえずじゃあ、こっち側は、調べまくった感じで。いろいろ制圧したね。大体調べたね。一回さ、一階のさ、校長、はい、職員室に戻ってセーブしようぜ。そうしましょう。ここいい職員室でしょ。ここか。しげそこじゃない。ここ会議室。あ、そのボード見てみようよ。掲示板。しょか。なんか書いてあるかもしれません。6月の主な行事、衣替え。校内一斉テスト。衛生機関。体育館建設中。なるほど。なるほど。その体育館がトリガーとなってしまったわけですね。とりあえずセーブ。ドキドキすんな。よし、オッケー。オッケー。おぉ、結構いろいろ。カメラで何かを撮るのと、あとは。前要素皆無だったな。よかった。うん。ほら出てこないと面白くないな。いやーよかった。なんでそんなに、いいじゃないですか。進んだんだし。進んでないよ。とりあえずさ、はい、食堂から、図書室を行けっから。図書室に行きましょう、図書室。そこ、左ここかな大体。ちょっと待って。はい。そこ何調べてみて。その扉を調べてみて。はい。北校舎扉。ああ。そこ北校舎の鍵開けられるでしょ。北校舎の鍵で開けると。うん。よし。じゃあ開けて。で、まっすぐ行って南校舎行ってくれ。南校舎で。おー、やだ。なんだ今の大きなうなり声は。倒してくれ！お前、北郎いるんだから安心しろ。外の方からじゃない。外の方から。ああ、行っちゃう！来たろ！行っちゃう！行っちゃう、行っちゃう。来たろ！行っちゃった！デレデドド。何なんだよ。ちょっと来たろと一緒にいた方が安心なんですけど。出れないだろ、多分。ああ！来たろやられてないで。怖すぎー！
学校の外のマップは書いてない、わかんねえ。え、なんか、あ、書いてある、この辺。あー、なんかある、怖すぎ。正門だ、正門。これ何、大根。大根じゃないでしょ、正門。帰るわけにはいかない。帰った方がいいんじゃないですか。志高すぎ。あのさ、はい、どっから出てきたのお前は。正門がここにあるから。昇降口から出ました。ここ行ってみようよ。昇降口から。正門ここでしょ、ここで。正門、右、こっち。うん、こっちに行けばいい。走っていいですか。ちょっと怖すぎる、怖すぎる。だって北野が、あの植木越え、何これ。体育館じゃん。体育館か。あ、自転車置き場だ、これ。そっちは何もないと思うよ。どっち、ぐるぐる動き回るんじゃないお前は。すみません。あ、なんかある。校舎内で非常扉か。あ、なんかさっきあいつですか。そう、校舎自体に歩いて行ってる。はい、ここを調べたいんだけど、左かな、こっち。うん、さっき見たところで建物全然わかんなくなっちゃったな。ここ出れない。帰りてぇ。これどんだけ田舎にあるんですか。校舎があって、これ多分左がこっち来ちゃったね。あった、こちらで見てくれ。昭和43年2月完成、古いもん。何もなさそう。じゃあこっちですね。ふぅ、鬼太郎いねえし。あんまいなかったな。何もいないですね。とりあえず南校舎行ってみて、まっすぐ行って。ここアイテム使わないとダメですよね。まあ開けてると思うんだけど。あ、本当だ。じゃあ図書室に行きましょう。そしたらそこ2階上がって。図書室初ですよね。何も映らない不思議な鏡。これは鏡じじいの住む鏡じゃ。あ、鏡じじいっていうのは何なんですか。わかんない。ラキスタオタクのじじいみたいなことになってますよ。しかし随分汚れてるの。あ、布だ。あ、雑巾か。これじゃあこっちの世界に出てくる気持ち。出てこなくてもいいんですけどね、鏡じじい。いや、出てきて協力してもらうよ。キャロンってしたでしょ、多分。え、そうなんですか、鏡じじい。知らないけど。ちょっと鏡じじいを出てきてもらいましょう。見て、見てどうぞ。キュキュキュ鏡じじい来る？お、鏡じじい来ますよ。キラン。あ、見たことあるこいつ。俺も見たことある。おお、最近には珍しく気持ちの優しい人間もおるんじゃの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。俺心が汚いんですけどね、僕は。あ、心配せんで。鏡じじいは。いい妖怪もいるんですね。ヌーベイと見てます。目玉親父さん、仲良しだもん。久しぶりじゃの。お久しぶりっす。しかし人間もこいつこんなこんなとこにずっといるんだ。違う鏡に出ていけばいいじゃない。鏡移動できそうですよね。お礼してくれるって。一緒についてきてくれないかな。戦えるんですかこいつは。わかんない。そうじゃ、昔の学校の中をそんな便利なことできるのに、なぜ今まで出てこなかったんだ。これで学校の謎見てみるか。ういっす。見た方がいいよ。見ます。よし、では行くぞ。なんかヌーベイでもなあったんだよな、鏡の話。超怖かったわ。鏡に向かって、あ、探索すんの？なんか歴史みたいなの見せてもらいたかっただけなんだけどな。あ、ここで歴史の本が使えるんだ。あー、なるほど。キラ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 。SF チックな何かが出ましたよ。これは何なんだよ。なんかホッピングシャワー、あの31のやつ食べたくなった。このエフェクトやめろ。そんな色してた。ホッピングシャワー食いて。今日はアイス食い行きましょうね。じゃけ。いや、行かない。え？あ、もうここ昔なんだ多分。なんで夜によって連れてくんだよ。あ、ちょっと上が図書室だ。ちょっと図書室ありそうですね、なんか。そしたら、え？あ、図書室か。図書室じゃないのかな。
図書室ですよ、これは多分。昔の図書室。調べてみて。難しい本が。本はどれも大切に扱われている。いいやつら。なんかさっき歴史の本取ったから、ああ、出た。ああ、歴史資料。歴史資料。これ入れるとこ入って本を取っていくんじゃないかな。多分そういうことでしょうね。入れそうになる。ちょっと、ダメですね。もう変わりはないんだ。ここら辺？右。左側行って奥は。生唾飲み込んじゃった。特に何も落ちてないですね。昔の学校に来てもな。一人行ってきます。本は一はい、一人5冊までと書いた紙がカウンターに入っている。昔は本を借りる人がたくさんいたらしい。今日は昭和39年4月25日と書いてある。昭和29年ってことはあの焼却量関係あるんじゃないのかなっていうのをね、翔さん聞いてくんないしね。なんで俺やってっときは離れるかな、ぜひ。困るんだよな。あ、でも前も一回あったな、確か。今はじゃあ敵は出ないってことでいいんだね。ねえ。いいってこと？ねえ。ねえ、答えてよ、誰か。なんか出るの嫌だよ。嫌ですよ。昔の先生は木のやつを使ってたんだね。外はもう真っ暗。お、なんか分かったことあるか。この時代が39年いく、うんたらかんたらって書いてあって、たんですよ。なんで、さっき焼却量で、43年だった。って出たから、それはなんか意味深だなって、そう思ったんですよ。でもどうぞ。これが、保健室の逆のやつ。食堂だ。食堂は、声を、あおぉ、鳥居があるじゃないかよ。これは原因臭いな、これは。ちょっと鳥居から入って。はい。敬意を込めて。はい。失礼します。首塚が、昔はこんなところに石碑が建てられていた。そばに祠まで建てて大切に祀られていたのね。あ、刀が置いてあるっすよ。おぉ。これは、もしかして、首塚の歴史も書いてあった奉納された刀の鞘。刀はきっと祠の中に眠っているので。古い刀の鞘を取りますか。取っていいの。いいんじゃない。取っちゃった。首塚って何。わかんない。え、歴史資料とかやってみればいいじゃん。うん。アイテムだ。歴史資料法が、これを使う。あ、使えない。何もできない。調べるか。調べるでいいんだ。ああ、これか。ああ。戦国時代の末期、時の権力者、田山信義に対し、重臣、勝田新兵衛が謀反を起こした。彼の突然の謀反により、信義は抵抗する間もなく、首を切り落とされたとのことである。父さん。永禄12年、信義は天下統一の念願かなう矢先の出来事であった。父さん。首吉の無念さを我に持ってそうだと、農民たちは供養を食べさせたのが首塚だと言われている。話入ってもね。またこの首塚の建立時に謀反を起こした新兵衛から一本の刀が贈られ、信吉の首と一緒に葬られた。うん、その刀は新兵衛が信吉の首に跳ねた時に使ったものだと言われている。うん、信吉の勢力下にあった土地の者の同意はかなりなもので、政権が交代して今まで生活を一変、その土地を離れていくものを使うかなかった。もう一個本あったよな。ありました。そうだ。調べる。はい。どれどれ。昭和30年創立。35年合唱コンクール優勝。36年南校舎増築。40年主山大会鳥取地区大会1位。43年首塚を移設。移設したんだ。どっかに移設したんだね。へぇー。カメラも調べてみましょうか。うん。フィルムが入ってる。これだけだね。使うとかできないカメラ。カメラを使う。ダメか。ちょっとあともう一個刀の鞘を調べてみましょう。装飾を剥がれかなり傷んでる。綺麗にしちゃうとか。手に入れた校長室で手に入れた刀の鞘は何なんだろうな。
2つありますよね。あ、飾り物がある。これは豪華な装飾。へえ。これここに使ってなんか祭るとかできない。ああ。こう交換するんで、これ一つ見て。ああ。ダメ。ダメですね。もうちょい近づいて。ダメかな。ダメだ。ダメだ。どうにか一つこれで気持ちを沈めてぐらいの。おっす。持ち返してくれ。みんな、ホッピングシャワーが食べたくな、あれ全然やってくれない。もう戻るのか？え？ダメなの？戻れよ。ダメなの？戻してくれよ。そもそも現代の図書館も大して調べてないから。よし。では、戻る。大してというかまだ行ってないですからね。うん、こいつと会ってしまったがゆえ。ホッピングシャワーの色だな、マジで。超食いたい。さて今行きましょうね。いや、行かないよ。厳しいもの。だ。で、現代に戻って、図書室に行きますか、そしたら。図書室へ、ゴー！右かな？右です。よし。なんか本があると思うんだけどな、ここも。俺もそう思います。さっき調べてた時は1人5冊までって書いてあったんですよ。本を破いたりする人がいるらしい。時代の流れだな。いや、4年で変わってしまった。4年？39年と43年。そっか。あ、今何年か分かんねえか。でもそっか、そっか。そうですよ、焼却炉が43年にできただけで。あ、ちょっと見てみ、見てみ、見てみ。なんで過去で、あ、そっか、2つあるじゃん。あ、汚くなってる。ほら。あ、新しいの。新しいの読むとき。調べる。汚くなってる方が今の。そうそう。なんか同じだな。違う、矢先の謀反がありましたと。はぁ、首塚だと言われたら、またこの首塚の建設時に。あ、だから、昔にも、昔のやつはこの後のやつが読めたと。破られちゃったと。分かった分かった。もう一回読んでみようぜ、昔のやつ。オッケー。昔も新しいやつ。なんか、矛盾が面白いですね。で、この後だ。建立時に、謀反を起こしたしんべヱから一本の刀が贈られ、首と一緒に祀られたと。はい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 。その刀はしんべヱが、この国の手で謀反と追われていると。土地の者は動揺して、生活一変と。他に本はないか。じゃあそこが重要ってことですよね、言ったら。そうだね。ということでですね、くっそ迷った挙句、もう25分ぐらい前からあの、ここはもしかして僕アルコールと入ったんです。これ視覚汚染じゃないかっていうことを途中で気分け、ね、やってみます。入ってみようか。はっはっは。で、これで工事現場に来たんで、多分、お、数年前ここに映す石碑は工事のために取り壊されるらしい。うわ、ということは鬼太郎兄貴がいるんじゃねえかっていう。あ、ここ入れる。この資格、こう、お怒りになってるってことですか。ここの、なになになに、あ、これおぼろ車だよ。見たことある。あ、おぼろ車だ。北野のスペシャルで見て、これ逃げるやつ。いやー、怖い。逃げろーって言われた。なー、ちょ、どっちだっけ。いやよし、怖すぎ。いやでもまあ妖怪なだけ、なんか、あ、こちらのミステリー、今のうちに校舎に戻ろう。まだまずはセレクト押せ。はい、え、イベントか。おー、首塚を守るようだったが、なんて憎悪に満ちた顔なのかしら。顔がポリゴンだ。お前戦ってくれよ、鬼太郎。え？え？今勝手に動きました。あー、怒ってる。めっちゃ怒ってる。怒り狂ってるじゃないか。俺を置いてったな。父さんと女っつって。訴訟も辞さない。憎しみに。あいつはとんでもない奴ですよ。どんないやらしいことをしてくるんですか。僕が攻撃して倒してもまたすぐ元に戻ってしまうんです。なんか実体がないみたいで。鬼太郎本編でもそんなくだりあった気がする。どうしようもありません。どうしようもありません。実体がないってことは昔か。ないか、この車は
神秘的な妖怪ということは物だ物。ああ、じゃあだから作用を叩き落ってやればいいってことじゃないですか。そんな感じっぽいね。奴を引きつけておきます。はい、その間に父さんたちがホログルマの実態を突き止め、え、サヤでしょ多分。沈める方法を探し出して、沈める方法まではちょっと厳しい厳しいですね。マジでキタロ戦うの、父さん。顔がおい、ちょっと顔がクワッてなってたもん。とりあえずセーブしましょうか。ああ、はい、キタロ見に行くじゃん。キタロ見に行ってみますか。一回見てみようか。じゃ見れるんですかね、まず。外で戦ってるってことですよね。もういるのかな。怖いんだけど。やっぱ、工事現場の方行ってみればいいんじゃん。焼却炉とかさ。工事現場で戦ってるってことですよね。うわー、びっくりした。ちょ。あー、戦ってる。え、すげえ。おー、すげえ。ああ、そうだよ、刀、合ってますよ。うん。昔あった首塚の位置に、焼却炉。怖いんだけど。あ、たこれを、入ってもね。セレクト。どうした、その動きどうした、ワイプで。古い刀。あ、新しいのだとダメなんだ、きっと。うん。これ。お、使う。来たっしょ、これ。おぉ、おぉ、あー、無理だ。置いたことによって何が起こるの。チラキラー、あー、すげえ。あー、俺の、え、何俺のサヤが、古いんだ、やったぜ。サヤは、え、そうじゃ、これはお前の実体の刀と釣のサヤじゃ。これサムネだな。こんなこともしたんじゃ。わしもこんなことはしたくなかったが、石碑の場所を移動したまでは許せるが、うん、首塚をこの力なくすなんてことは絶対に許せんのか。いやだったんだ。そういうことだったのか。仲良しになってる。おぼろ車の怒りは分かった、うん、だけどやりすぎだぞ。ね、行方不明になった人たちを全員元に戻す。髪が塩昆布みたいですね。もうこんなことをしないとやって、ね、元に戻せ。こらとかしてやる。その言葉本当に信じていいのだな。うん、ああ、いいよ。僕も約束は守るよ。優しいもの。先生と涼子の二人は元に戻り、はい、行方不明だった生徒たちも戻ってきました。マムさん、はい、どこ行ったの。太郎さんのお父さんの話では、うん、おぼろ車とは、うん、秘仏に宿る妖怪で、言ってたね。おそらく戦国時代に首を切られた武将の恨みが信吉、首塚に一緒に葬られた刀に宿って生まれた妖怪だろう、信吉ということでした。わ、人間が無神経な行動を取らなければ、あの妖怪も鏡じじいさんのように本当は学校を守ってくれる妖怪だったのかもしれません。今しめの言葉をいただきましたが、落ちたじゃないか。ゲゲゲのゲートゥ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 、ちょ、プログラミングを今教えてもらいました。家庭を見てもらう。なぜこのプログラム、ぺったんこだしね。これはシナリオごとにあるんだ。ネズミ男まだ出てきてないですけど。一切の要素が、ネタバレ。ネズミ要素がないけど。ネズミ要素ないですね。こいつおならで戦うんですよね、確か。なんか、あの、モンスターファームの、ああいうみたいな、ハムみたいな感じ。やめろ。猫娘は出てないじゃん。猫娘、さっきさ、なんかよしこさんさ、猫娘っぽかった、ね、そうですね、猫娘に非常に近い造形をしてました ね、 ね、あれだ、なんか、はい、最新版のアニメの鬼太郎さ、昔やってたじゃん、はい、はいはいはい、なんか猫娘がただの萌えキャラになってたっていう。可愛いってことですか。可愛くなってたって。いいですね。小泣きじじい、小泣きじじい、今ポリゴン出てきましたよ、ちゅってなぜミスポリゴンここで。あー、これ砂掛けババアだ。今日はなね、これね。翔さん、何が一番好きですか。俺塗り壁がす、あ、俺一旦もめんだな。あー、ずるい。俺も一旦もめんがよかった。じゃあ俺目だ。ほら、わしは目玉の親父じゃ。うるせえだけだぞ。わしは、あ、一旦もめんが出てきたぞ、しようよ。一旦もめん乗りてえな。乗れるんですかね、これ。北野よく乗ってるじゃん。結構みんな乗ってますよね、うん、塗り壁が乗れないんですけど、重くて。そんな設定あったっけ。いや、わかんない。あんま乗ってるとこ見たことない気がする。塗り壁はこいつはいいやつなの。これなんか塗り
壁ですね、これ。塗り壁こんなゴツゴツしてたっけ、塗り壁。こんなんでしたっけ。なんか、俺、ちっちゃい頃怖くて見れなかったんですよね。鬼太郎子、鬼太郎。鬼太郎俺見てたけどね、日曜日。一回なんか日曜のスペシャルみたいなやつを2回くらい見たことある。だから鬼太郎のキャラクターが出てくるとすごい安心しちゃう。おぼろ車出てきた時も。あ、おぼろ車じゃないか。あ、知ってるんだ。あ、でもなんか見たことある気がするな。なんか、ネズミ男がいいやつになる話知ってます？え？あ、昔悪いやつだったそう、なんか、いや、いいやつっていうか、なんか、ネズミ男がちっちゃい子供の女の子と、なんか、今の字面だけ見るとすごいことになるんですけど。ちっちゃい子供をネズミ男が何？そうそう。なんかすげえかっこよかったんですよ、一回。ということで、じゃあ、学校編クリアということで。お、短かったなありがとうございました。パート2かな、これ。パート2だと思うな。はい、じゃあ次、何編でしたっけ。次はゲゲゲの森編。ゲゲの森編、交互期待。じゃあまた、お疲れ。バイバイ。クリアできましたね。いや、すげえ短い、はっきり分かんないこれはい、どうも、まどです。あ、よです。ということでやっていくんですけども、このゲゲゲの森編を次はみんなやるんだろうなというふうに考えてるんですが、実際僕らしてやったんですけども、とてもほのぼのパートになりまして、前にもほのぼのしすぎてびっくりしたんですね。もうこの学校ね、学校編からのゲゲの森編はね、もうほのぼのって感じで、これもホラーじゃねえなみたいなってなって触れ合いパートになっちゃったから、ゲゲの森は。なんで、まあまあ機会があったらほのぼのパートとして後であげようと思います。どうぞ。じゃあ今回はこの肉人形編ってやつをやっていきますが、すごいな。ちょっと塩さん説明の方を。わかりました。鬼太郎が巨大な前の中から青年を助け出したのは、市松人形が不気味に佇む洋館の一室、はい、この洋館に鬼太郎を呼んだ者がいるはずだが、はい、過去の記憶を失ってしまった青年は何も思い出せずにいる。鬼太郎と青年は記憶を取り戻すため洋館内部を、調べ始めるが、そんな二人の姿を市松人形が冷たく見下ろす。怖すぎ。よし、ヒントはね、はい、青年の過去の記憶に重大な謎が隠されているのは明白だ。この家に、はい、まつわる、しきたりと代々続く奇妙な家系に注目せよ。了解です。この妖怪に伝わる怨念に満ちている、特に念入りした日があって。了解です。なるほど。つまりどういうことだってばよ。どういうこと。眉から出てきたんですか。まあ見てれば分かるって。なるほど。怖すぎ。肉人形ってどういうことなんですかね。人間のことを指してるかもしれない。ああ、人間を人形にするんだ。肉人形だ、お前。お前を肉人形にして、うわ。監禁じゃないか。ちょっとこれは、いろいろ思い出し。市松人形はな、いろいろとな。神の場面によっては大変なことになるからな、これ。神の理想。あら、なんか、マツコデラックス。どうぞ。おう、この大きな眉のようなものは何でしょうか。何でしょうか。うん、何じゃろう。とりあえず開けてみるんじゃ。俺らが入ってるんですね。ああ、くぱー。あー、眩しい。くぱー。あ、父さん、眉の中に人が。画像が乱れてるわけではないですよ。あ、なんで人がいるんだろう。ぬぷぬぷぬ、俺すげえネチョネチョしてるイメージがあるんですけど。うわ、くちくちで、今僕たちが生まれいでたと。なんで入ってたんだろう。大丈夫ですか。大丈夫じゃないだろう。頭が痛い、頭痛。一体何が起こったんじゃ。多分 FPS やってたんですね。そうだな。思い出せない。僕を呼んだのはあなたですか。いいえ。いいえ、違います。わからない。こいつ、鬼太郎呼ばれた設定なんでしょ、ここに。なるほど。記憶を失ってると。完全にもう俺ハンターハンターのパームしか思い浮かばないんですけど。それでは何が起こったのかさっぱりわからん。残念だな。この屋敷を詳しく調べてみる必要がありますね、父さん。ぶちかましてやりましょう。じゃあ、うん、そうじゃな。今回青年か。もしかしたらこの人の記憶が何かのきっかけで戻るかもしれない。うん、この人と一緒に行動する。またか。ふわってきますよ、多分。飛んできますよ。ウェイ。向こうを調べてみます。ああ、頼んだぜ。鬼太郎が向こう行ったってことは俺らは逆の方行くんだな。父さんたちはあっちを調べてください。あっちってどっち。あっちってどっち。ああ、人形があるじゃないか。今も完全に調べてと言わんばかりのバックがありましたね。ね。
何かあったらこの食堂で会いましょう。この食堂に来れば来てくれるのか、つまり。なるほど。まあこっちには目玉の親父がいるしな。頼りね。大きな眉、ここに入ってたんですね。あ、これが眉か。全然冷蔵庫に見えてたんですけど。大きな、あ、とりあえず調べてみようか。調べましょう。怖え。カゴの中ナイフが入ってる。よっしゃ、武器だ。やったぜ。いきなりナイフ取っちゃったもん。装備したいですね、ぜひとも。不気味な感じがする。まあ、こんなところでね。ちょっと待って、マップを見てみようかな。あ、はい。ここ食堂でしょ。食堂です。多分、北郎はこっち行ったから。はい。そこのでっかい扉出ると広間に出るから。広間行ってみます。さっきいいんちゃん、こっちから向こう調べてって言われたところで。じゃあ向こうを調べてみましょう。これで通路に出るってことですね。部屋が4つあるはずだ。しらみつぶします。しらみつぶしますか。端っこから奥から行く。このパートはこのほのものじゃないってことですかね。あら、かわいら、いやー、人形どこにもありますね。え、どこかの鍵、どこかの鍵、調べらんないのかな。どこかの鍵、すごい豪華ですね。部屋の鍵だ。鍵かかってるところ。そうですね、切れ味の良さそうナイフ。これで市松人形をぶちかますんですね。これはベッド、かわいいベッドですね。いい色してる。よし、おかげのがなかったな。うわー、ちょっとびっくりするな。もうびっくりすぎて、ここにも人形あるんだろうな。うん、違う角度からのアプローチ。人形だらけじゃねえか。もうやだな。こっちは、あ、電話だ。あ、やった。トリマセーブでしょ。トリマセーブ、生ビールばりにトリマ。とりあえずビール、はいはい、これゲゲの森やったんですね。ゲゲの森やったんだよ。これ保健室潰しちゃっていいですか。いいよいいよいいよ。ゲゲの森は本当にね、すごかったですね。同じようなグラフィックの森を眺めながら頭痛くなっちゃった。本当にくるくる回って、うん、FPS 酔いみたいになってた。あれ辛かったですね。頭痛かったもう。ここは、ここにも一松人形。なんでこんなにあるんですかね。アルバムを見つけた。あ、なんか壁になんかない。ありますね。あ、アルバムだ。写真館にて。さゆりと太鼓。さゆり太鼓。どっちの方が好みですか。俺さゆりだな。俺もさゆり。あ、母じゃねえだろ。さゆり。アルバムに貼ってある写真はあんたの家族らしいの。なぜそんなことが分かるんだ。あんたの家族？あ、じゃあ真ん中のが彼なんですよ、多分。で、ババアが、ババアだけなんか確実にババアですね。なんで俺だってわかんの。だ、男で多分顔が。違う、だからなんで目玉親父それわかるの。今見てるから顔。あ、そういうことでしょう、多分。またよ。他の者たちはどこへ行ったのか。中央に映ってるのは俺自身で、確実にお化けさゆりですよね。血祭り人形みたいな格好してるじゃないですか、さより。血祭り人形？血祭りじゃない、血祭。怖いこと言わないで。壁際なんか、ありましたね。読んでみよう。あれ？シャッ、何これ？なんか書いてありますよね。ダメなんだ。明らか調べられるでしょ。怪しいですよね。横から切り込む感じで。あ、あ、いけたいけた。来たか。何か書いてある。とても気になるが、今は思い出せない。は？読めよ。読んでくれよ。何か書いてある。とても気になるが、今は思い出せない。思い出せない。あ、なんかぐちゃぐちゃって書いてあるのかな。いや、目玉の親父に読んでもらえばいいのに。ねえ。困っちゃうな。なるほど。今は思い出せないってことは、もう記憶を失ってるってこと。鍵穴が潰れて中に入ることができない。鍵使えない？鍵穴潰れてたら入んないんじゃないですか。どうか。鍵穴が潰れてるじゃん。食堂で落ちちゃうってことかな。ここは？ここは食堂？食堂、食堂。で、あ、来たろ。あ、来たろ。お、お疲れ。